おはようございます。今日は西沢渓谷と滝があるところがあるんで、そこに向けてちょっと登山ではないんですが、ハイキングコース的な感じの場所に行こうと思います。紅葉の季節はめちゃくちゃ混むらしいんで、朝早くから行く方もね結構いらっしゃるようですが、標高が高いんでね、まだまだ桜が満開ですね。西沢渓谷、西沢渓谷ここを右か、駐車場はこの下なんだ。どんな感じなんだ。ああ、なるほど、こういう感じ。西沢渓谷の案内図。こんな感じですね。一方通行なんだ、帰りは20分30分。本当はねここまで行きたかったんですけど、ちょっと今日は渓谷だけぐるっと回って写真を撮ってっていう感じで行きたいなと。周遊コース3時間35分全行程10キロ、4時間弱ぐらい。それでは行ってまいります。通行禁止区間、4月末まで禁止区間があるそうですね。まあ行けるところまで行ってみましょう。今20分ぐらい歩いてきたんですけど、まだね舗装路なんですよ。登山道はまだもうちょっと歩くっぽいですね。のどかな朝って感じで今ゆっくり歩いてます。この天気が持ってくれるのをちょっと願って。おお、綺麗。全然見えないですけどカメラじゃ。結構綺麗です。ちょっと滝が見えてきました。これも一応名所なのかな。なんか書いてますね、ナレイの滝。いや、いい音ですね。ちょっと距離があったんで、うわすごいし、さすがに降りる猛者はいないのか。お、
慣れ沢橋、慣れ沢橋から舗装路が終わり、一応舗装されてるのか、ちょっと砂利道の感じになってきました。うわ、花綺麗、綺麗お花。おトイレがありました。ここからかスタートなんですね。現在地ここ、ここからちょっとこういう感じで、途中今なんかね閉鎖らしいんで迂回路がありますけど、入り口って書いてますね。今は見れないそうですね、迂回路が。まあ、私はねここ数日で甲府近辺を離れてしまうんで、今日しか行けないんで今日行ってしまわなくちゃなっていう感じはしょうがないですね。行けるところまで行ってみようと思います。うわ、日が出てきた、太陽が出てきました、眩しい。今7時です、40分。これまで2回ね登ってきたんですけど、山あとハイキング、スタートダッシュは軽快に歩けるから調子に乗って歩いてたんですけど、やっぱりバテるっていうことをね気づきまして、あまり BPM を上げないでちょっとゆっくりのペースで今日は行ってみようかなと思います。心拍数がね100前後ぐらいでキープできればそんなに疲れることはないと思うんですよね。すぐにね行っちゃうんでね、元気だと思って無理せずちょっとゆっくり、初心者は過信せず行こうと思います。登山道がありますね。読み方がわからない。後部ムブカタケ登山道、ちょっとよくわかんないです。テロップで出します。登山道こっち、近道って書いてある。この道なき道行くんだ。西沢渓谷はこっちですね。行きましょう。ぬくさわ、
ずっと見てられますね。川、ああ綺麗。なんか山小屋が出てきました。登山口、ここから行けるそうですね。すごい感じだな。おトイレですね。よいしょ。本格的にハイキングコースっぽくなってきてますね。吊り橋が出てきました。二股吊り橋、うわ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 、揺れる。うわ、めちゃ揺れる。すごい青空。もうちょい行こうか。もうちょい。いやーすごいよ。はいよーバックに。きれい。この逆側はね、滝なんですよ。めっちゃ青空。おっおっ、揺れる揺れる。まぶしい。いい天気。はあ怖かった。吊り橋ありがとうございます、釣り橋さん。登りながら見えるこの怖いんですけど、滝が綺麗ですごいいいですね。木がなかったらすごいのよな。そんなこと言っちゃいけませんね。よいしょよいしょ。ちょっとこういう感じのとこもあるんですね。登山道、景観の山、西沢渓谷。いや、よいしょ。
ちょっと階段登るとやっぱり来ますね。無理せず。幸いね、誰も人がいないんで、ちょっとマイペースにゆっくり歩かせてもらおうかなと。なんか見晴らし台みたいなところがありました。あ、滝。おう、こういう細い滝ですよね。うん、落ち着く。いや、いいね。カメラ越しでも落ち着きますね。音と相まって。今日は風が全然ないんでね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。では次なる場所へ。ちょっと登る感じに来ましたね。これ要所に何かがあると体力も落ち着いていいですね。初心者面にはちょうどいい。動いてるとやっぱりね、130ぐらい行くんですけど、止まると110、120ぐらいに行くんで、100前後の BPM はやっぱちょっと無理がありますね。120、130弱ぐらいを目指してゆっくり歩いていこうかなと思います。よいしょ。今日はね、標高が高いわけでもないんで、上着が1枚荷物的に少ないんですよ。ちょっと何キロかわからないんで、リュックの重さを体重計に乗って測ってみることにしましょう。ちょっと測った数字出しときますね。なんかすごい、この穴、何これ、謎の穴がありますね。すごいえぐられてる。この滝も名所なのかな。いや、うわすごい。あそこにちょっと見るとこがありますね。すげえ。こっちは見晴らし台なのかな。先のあれだ。
見晴らし台に来ました。すごいすごい。いやすごいですね。ちょっと奥の方に行ってみよう。奥だとどう見えるんだ。奥だと下が見えるのかな。奥だとこっちが見えるんだ。あ、こういう感じ。この感じもすごい綺麗ですね。時にスマホカメラだとライブモードで長時間録音でそんなに難しくないんですけど、こういう一眼とかね、コンパクトレジカメだとこういう滝ってあんまり綺麗に映らなかったりして、手持ちだと長時間録音っていうのはすごい難しいんですけど、データもなくレンズも交換できない、こういうコンデジで、ああいう滝で長時間旅行をしようと思うと、まずフルで絞るんですよね。で、ISO100 にして、シャッタースピードこれ2秒なんですけど、で、EV を今3までいけるんですけど2にして。タイマーを2秒にして、そうするとこんな感じでちょっと滝が流れてて、いい映像が撮れます。もっとシャッタースピードを遅くするにはフィルターをつけて光を取り込む量を少なくしなきゃいけないね。ちょっとコンデジだと難しいですけど、こんな感じでマニュアル設定で撮るとこういうこともできます。オートでね撮るとシャッタースピードはこういう自動になっちゃうんで、
そうするとこういう写真になるんですよね。一眼レフ持ってなくてもコンパクトデジカメでも意外と撮れますよっていうのは知っておくと便利ですよ。いやーすごかったですね。ずっと見てられますねこれ。いやいいわ。じゃあ次の場所行きます。ちょっとね階段が急なんで。いやここもいいな。いやいいですね。癒しスポットだわ。ここに座ってねコーヒー飲んだりしてもいいんじゃないでしょうか。ちょっとね濡れてる岩場はやっぱり怖いですね。よっ。鎖に助けられてます。わーいけてる。いい感じ。いやいいですねここ。こういう岩場のゴツゴツ系を個人的にはすごい好きなんですよね。よいしょ。いいっすね。ちょっとね足元が湧き水ですごい濡れてるのが結構怖いですが、まあいいな。足元ち。いいですね。こういうちっちゃいのもいいですね。歩きながら撮ってるこの映像だけでだいぶいい感じですね。綺麗だわ。とてもなんか名所かな。人面堂って書いてある。人面堂。ここも結構すごいですね。
どこが人面堂なんだろう。すごいですね。よっ。どこに行くんだ。この岩場を行くんだ。結構ギリギリだね。ちょっと怖いんで止めますね。難所ですね、ああいうとこも。おお、すごい川の横。滑ってね、落ちるんでちょっと慎重に。うん、岩場難所ゾーンをちょっと超えた感が来ました。よいしょ。抜けたと思ったらまたまた結構激しい岩場が来ましたね。ちょっとこういうね、朝露が垂れてるんでここが滑るんですよね。気をつけて行かないと。あ、よいしょ、よいしょ。ああ。一歩一歩周りを見ながら確実にって書いてますね、ここに。はい、急坂登ったらまたちょっと遠いですけど滝が見えてきました。龍神の滝、鎖に捕まって歩こう。これ龍神の滝か。こういう一個降りて滝壺、一個降りて滝壺みたいなところ、なんか個人的にすごい好きなんですよね。素敵。ここからなんかね、急坂がありますね。もうちょっとで通行止めのところまで来ましたね。折り返しまであともう20分30分ぐらいの感じなんでしょうか。写真を撮りながらなんでね、だいぶ遅いですね。2時間15分。このうち30分ぐらい写真撮ってる気がしますけど。3キロ。10キロコースなんで、規制のところ1キロ、2キロ少ないとすると、ちょうど今3キロ、4キロぐらいの感じっぽいですね。ちょっと坂と階段っぽい岩場が続くとやっぱりちょっと心拍数も上がって汗かいてきますね。ちょっと体を落ち着かせるのにゆっくり歩きます。
ここもなんかちょっと小さい滝が確かに全然見えないな。すごいね、細い滝がちょっとずつあるんですよ。そのネーミングした人はすごいセンスですね。はじめは一つの広がりからちょっと大きく広がったと思ったらまた一つになって、またいろんな股に分かれて紆余曲折ありながら最後は大きな源流に向かってっていうね、私の勝手な解釈がいいかは分かんないですけど、ネーミングセンスすごいですね。よいしょ。この折り返し終点付近は結構ゴツゴツハイキングとしても足腰、足首結構厳しいゾーンですね。おお、結構終わったらまたある。さっきの岩のゾーンすごかったです。本格登山民になるにはあそこを余裕で行ける足の力を持たないとダメですね。登りよりもね、こういうね急激下りが怖いんですよね。停戦の泉、停戦の滝か、すごい真横を通っていくんだ。もうすぐ行き止まりかな。いや、綺麗、すごい迫力ですね。すごい、まあやってますね。マイナス4感が、ああすっごい、ここすごい、なんかお手製感が、これはこう登っていく感じか。ここはすごいな。
もうこの川沿いはずっとナイス撮影スポットですね。すごいわ、めっちゃイケてる。このぐらいの写真スポットがあると私ぐらいの初心者登山民には心拍も上がらないでだいぶ楽でいいですね。うわ、なんか穴がある。どうやってできたの、あの穴。昔は何かあったのかな。すげえ、どうなってんだこの穴。すっごい透き通ってますけど結構深いんだろうな。すっげえな。おお、きれい。すごい川の横を歩く場所へ来ましたね。あの真横のこうやって歩いていくのはすごい楽しいんですけどちょっと怖いですね。いつ滑るかわからないんで。うわっ、うわ、すごい。どっち？こっちか。いや、こっちだね。お、すごい大きいようなね。ああ、すっげえ。カエルイワどれのこと。あれか、これだ。カエルイワ、もうちょっと近づいていこう。すごいね、この岩、誰かが作ったみたいな。カエルというよりは、まあでもカエルか、カメっぽいんですけどね。ガメラな感じ。口のところがすごい感じにパカッと割れてる。
でも本当にここなのかな。私がつけたら亀岩にしそうだけど。いや、カエルなんですね。橋が見えてきました。もうちょっと行くと迂回路があるとこですよね。橋、おー、すごい。あ、ここが見れたやつだ。このあそこの橋からこう行く感じが迂回路っぽいですね。なんか結構すごい道だけど、本当に迂回路なのかな。まあちょっと無理せず、ちょっと動画撮れますね。すごい道なんで。ここが通行止めのとこ。このまま登っていって上り専用らしいですね。本当はこれ見に行くとあの滝が見えるんでしょうね。うぅ、じゃあこれ登っていきます。すげえな、この迂回路を作っていただいた方には本当に感謝ですね。ロープ使って階段使って皆さんの階段で、ね、ちょっとまた登っていきます。さすがにビデオは回せません。迂回路を通ってちょっと登ってきてます。今結構なすごいところです。これを多分ね登っていくんですよね。本当はこういうねぐるっと回る道があったんですけど、今はちょっと通行止めなんで、ここに合流する道をね多分今管理の人が作ってくれて今回ってる感じですね。半分登ったね迂回路。じゃあもうちょっと行こう。いや結構きついんですよこの迂回路が。よし、行きます。迂回路登ってきました。迂回路を通ったらちょうど整備している方とお会いしますね。綺麗にしてくださってます。いや、ありがとうございます。今はねまだもうすぐ開けられるらしいんですけど、迂回路があるんで、私はこのまま戻っていく道へね進んでいこうと思ってます。こんな感じですね、迂回したの。次は違うルートをねちょっと通っていく感じですね。メインの滝を通る道はさっきのところで終わりなのかな。本当はあのさ最後の滝のところでね
トイレがあったんで、ルート的には皆さんそこでトイレ行く感じなんでしょうね。ハイキングコース的にはこのままなだらかでこういう感じで下っていくのかな。よいしょ。今 4.5 キロ行きました。迂回路があるからちょうど半分ぐらいですかね。今3時間半ぐらい。実は今日から今日の撮影からマイクをね、一眼レフにつけてたマイクを iPhone でも使えるようにしたんですよ。もう風切り音がすごすぎて、風の音防止のモフモフとちょっといいマイクをつけてちょっと今日から撮影を回しております。ライトニングに挿すやつなんで、ライトニングからね電力をマイクに取るやつなんで、ちょっとねやっぱ電池の減りが早いですね。今3時間半ぐらいで、今回は常時回してたわけじゃないですけど、今さっき見たら電池が 31-32% ぐらいだったので、やっぱりちょっとちょこちょこ休憩して、こういうなだらかな道のところでモバイルバッテリーで iPhone を充電してっていう感じになっていきそうな、これからの流れですね。何かが出てきました。展望台。おお、椅子がありますね。休憩場所ですね。すごい。ちょっとね曇ってるから今日は。あ、結構標高高いところにいるんですね。1300に今いるそうです。でもあと1000、標高1000も高いんだあれ。いやさすがに私は登れないな。まだ早いですね。もうちょっと登山力をつけてからじゃないと、 2000m 級はちょっとなんかまだ怖いですね。今日はねもうハイキングコースだったんで、途中の岩もそんなに急いで歩いてはいませんでしたけど、最後の迂回のねすっごいところ以外はそんなに辛くなく、ちょうどいい感じで行けるスピードをなんか見つけた感があったので、やっぱりちょっとなんか写真とか映像とかいろいろ撮りながら私は行くぐらいの方が体力が持つっていうことが分かりました。今もこの回路ずっと歩いてるんですけど、だいたい110から120ぐらいの血圧でずっと歩いてると、やっぱそんなにしんどくないんですよね。初心者は特に長い距離を歩き慣れるまではあんまり無理せずスローペースで力をつけていこうかなと。今日は登山じゃないんでね、あんまり力はついてない気はしますけど、近日中に一個昇仙峡の方に行くんですよね、登山。その時にこの前の陣馬山よりはちょっと短めのところで
どのぐらいいけるかなっていうのも今日のペースぐらいの感じでね、見ながらいけるといいかなと思ってます。川と滝はね、いっぱい見どころがあったんで、ずっとたくさん映像撮れましたけど、なんかもっと可愛い植物とかね、お花とかね、気になったもの撮れたらいいんですけどね、残念ながらいませんでした。ではまたゆっくり歩いていこうと思います。ちょっと4時間ぐらい経ちまして 6.3 キロ歩いてきた感じですね。帰り道はもうね、ずっとこういう感じでね、平坦でした。西沢渓谷の案内図が出てきました。今ここですね。5月上旬から中旬、シャクナゲはもうちょっと後でしたね。惜しい。もうこの辺で終わりなんですね。じゃあここちょっとぐるーって行って終わりなんですね。駐車場まで多分まああと1時間ないぐらいだと思うんですけど。へえ。帰り道はほぼ平坦ですね。最初の登山小屋に帰ってきました。4時間43分8キロですね。駐車場から8キロなんでどのぐらいだろう、1キロ減らすぐらいですかね。西沢渓谷だけだと。これからね、ゴールデンウィークなんで、だいぶ、日中はすごい暑いんじゃないですかね。でも標高高いから結構涼しいのかな。私はだいぶ早朝からだったんで、10度ぐらいの感じでしたけど。動くとウィンドブレーカー着てて、 T シャツでウィンドブレーカーで結構ちょうどいい感じの。服でした。帰ってきましたね。もうすぐの駐車場ですが、ちょっとゆっくりめに歩いて5時間ぐらいの感じですね。多分慣れてる方だと、とか若い人だとあと1時間ぐらい短い気がしますけど、駐車場までね、もうちょっと、まあ、道の駅に停めたんで、私はもうちょっと歩くんですが、それで9キロちょっとぐらいの感じのしますね。まだね、標高高いからこの時期でも桜が残ってるんですよね。ちょっと散ってますけど、ギリ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 って感じですよね。いや、ゴールの道の駅が見えてきました。一応5時間10分9.5 キロぐらいですね。私の今は5時間ぐらいでちょっと足が痛くなってくるんだなっていう感じがしてますね。こればっかりはね、立って歩いて慣れていくしかないんで、ちょっとずつちょっとずつ距離伸ばしていければ
いいですかね。結構今風が強いんですけど、この風切り音どうなんだろうな。このマイクに変えて初めての感じですけど、これでちょっとね風切り音少なかったら、わざわざマイク準備してよかったなっていう思います。あ、風強い。道の駅みとみ、帰ってまいりました。なかなかあのいいコースでしたね。初心者にはもってこいのちょうどいい感じでした。で、今日はこれで撮影も終わろうかなと思いますが、次回はきっと昇仙峡のある山に登りに行く予定です。もうちょっとね今日曇ってなくて天気良かったらすごい良かったんですけど、ちょっとこれから雨が降りそうなので降る前に帰ってきたっていう感じですかね。いや、それでは西沢渓谷探索をご覧いただきましてどうもありがとうございました。これからの季節ねちょうどいい感じだと思うんで、ぜひ皆さん行ってみてください。すごいね素敵な滝が、滝と川と水がいっぱいありますんで、ぜひぜひ行ってみてください。それではありがとうございました。少しでも参考になったよかったなと思った方いらっしゃいましたら、チャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。それでは今回もご覧いただきましてどうもありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。